て、結局何も証明できずに終わりました。お嬢様、一体私に何が足りなかったのでしょうか。その話を聞く耳だ。またまた、そんな冗談言われても私の耳はごまかせませんよ。フラン、私はどうしたらいい。さあ、昨夜の土俵で任すとかすればいいんじゃないの。いいでしょう。ナイフはちょっと流れが悪いのでカード手品で勝負をつけましょう。私が勝ったら私の言うことをちゃんと聞くんだぞ。お嬢様の言うことはちゃんと聞いてるつもりですが、勝負の見返り本当にそんなんでいいんですか。何このちょっと私の方が変な感じは。一旦ポンコツな意見は置いといて、どんな手品で勝負するの。ババ抜きなどいかがでしょう。手品要素ねーじゃん。公正を期すため私が審判ね。私じゃダメなの。お前どっちかって言うと私を貶める嫌いがあるじゃん。そんなこと言うなら私が勝ったらお姉様が私の言うこと聞けよ。今回はレミーと昨夜の対決だからまたにしてね。け。無心よ。この勝負に勝って私の体術の素晴らしさを証明してみせる。もう何を証明したいのかわからん。なあ昨夜、大丈夫？さっきから目が死んでるけど、意識あるのか？大丈夫です。ただのポーカーフェイスですからどうぞお気になさらず。そうは見えん。大丈夫ってんなら大丈夫なんでしょ。はい、セリーの勝ちね。いや、そもそもババ抜きを選択した時点で昨夜の負けは確定したようなもんだからな。あまり気にするな。以前の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいわ。高評価とチャンネル登録も忘れずにするんだぞ。